では続きをやっていきたいと思います。前回はお羊座から始まって獅子座で終わっているはずです。今度は乙女座からやりたいと思います。はい、乙女座です。乙女座は偶数柔軟地超下半身ルーラー水星平均的に働く能力。まず平均的です。はい、平均的であること。サービス整理能力人と同じ平均の権利の主張として現れる。これはどういうことかというと、皆さんが生活しておられる生活水準ぐらいは必ずそうなりたいと思う。例えば平均年収が、一般的に350万円ぐらいだとすると、そこを向かっていくっていうことですね。あとはみんな結婚式を挙げてるものだから、私も結婚式を挙げたいというような、思いになります。あとは獅子座の行き過ぎを批判し抑え込む作用がある。これはですね、獅子座の方を抑え込む感じっていう意味もありますけれど、行き過ぎている人をこう叱るというか、それはやっちゃダメだよとか、そういった力が働きます。これは集団などに属した時や、家庭でとか限られた範囲内になるんですが、お友達とかと遊んでいた時とかによくお母さんに怒られるよとか、それやると危ないよっていうお友達いましたよね。それです。はい、あと自分の許容範囲内の仕事は全部把握しないと気が済まない。獅子座の精神が働く。なのでこの方全部把握しないと気が済まないんですね。ただ乙女座の場合はきちっとした方のようなイメージを持っていただけるといいと思います。まず平均的であるということと、自分が馴染む場所や職業に染まりやすいということですね。はみ出し禁止です。これだけ覚えていただけるといいと思います。はい、乙女座いいでしょうか。あと生理能力とか健康管理などにすごく興味を持つと思います。乙女座がどんなマークだったか、乙女座とサソリ座がとっても似てるのでお気をつけください。これ乙女座なんですけど、乙女座がどこのハウスにあるかをちょっと見てみてください。先ほど言った生理能力、整理整頓の能力ですね。あとは健康管理をする、生活管理をするというところが乙女座にはあるので、例えば7ハウスに乙女座が入っているとどうなるか。これ相手ですよね。はい、相手を管理します。はい、相手を管理しちゃうんですね。嫌ですね。姑みたいな感じになっちゃいます。天秤座、天秤座はこのマークです。読んでいきます。奇数活動風ルーラー金星となっています。社会性の育成のスタートである。これはですね、ここからが、この天秤座からが社会のスタートですよということを言ってるんですね。はい、どういうことかというと、天秤座の位置ですね。はい、例えば8ハウスに天秤座がある方は、結婚した後じゃないと社会性が作られないということになりますね。7、8ですからね。7ハウスの後8ハウスですから、ここに天秤座が入っているのであれば、ここが結婚ですよね。結婚した後にしか社会性が、この方はちょっと遅めということです。遅咲きということですね。はい、
全く違う人間性の中で自分をどう生かすかを探る、注意力散漫である、理解力の発達を求めて注意を自らいろんなところに向ける、敏感な反応、即行動。7は伝達、表現の意味、相手に振り回される性質である。お羊座との相手に意思が伝わることと同時に相手の意思もなだれ込んできます。お羊座と天秤座は仲がいいっていう話を一番初めにしたと思います。天秤座で一番覚えていただきたいことは、まず研究っていうことを覚えてください。ここに入っている星、ここに星が一つでもあれば、その星を研究するということになります。例えばそうですね、金星なんかが入っていると恋愛や美しいものを研究するということになります。あともう一つ覚えていただきたいのは、優柔不断なんですね、天秤座は。そしてコロコロ変わります。天秤座はまずお羊座と深い関係があり、研究対象はこの天秤座に入っている星で見てみてください。あとは天秤座の性質はコロコロ対象や、気が変わりやすいっていうのもあるんですけれども、コロコロ何か変わりますよということですね。これだけ覚えておいていただきたいです。優柔不断なんですね、はい、奇数活動風っていう風に書いてあるその風の部分ですね。あともう一つ、一人の人との関係をずっと続けるのは困難です、無理なんです。だから、コロコロ変わるっていうのは恋愛に置き換えると相手をコロコロ変えやすいということも考えられます。はい、次いきます。サソリ座ですね。はい、サソリ座です。先ほど言った M にバイキンマンですね。はい、サソリちゃんです。覚えてください。読んでいきます。偶数固定水、ルーラーが冥王星火星ですね。天秤座で出会った対人関係の後で特定の人との深い結びつきを体験します。ぶつかり合いながらお互い成長していく意義を求める。この時進みたい方向が定まっていればそれを形にしていきます。完全な状態になるまで関係を続ける必要があります。8は閉じて圧縮する意味を持つ。他者への過剰な侵入、これによって何が正しいのか判断できなくなります。規制するサインである。これはどういうことかというと、誰かにちょっとこう頼ってしまうということですね、はい、依存心、終わり頃には独立心が芽生えるがスムーズではない。水は地を引き寄せることができます。お金や物ですね、自分の足りないものを他と融合することで得ることができます。組織、企業、国家、研究対象、死者の意思なども含みます。金品と引き換えに感情面で、これはですね、従わなきゃいけないってことですね。金品と引き換えにっていうのは、例えば女性として生まれて、そうですね、昔の時代ですけれども社会的地位も仕事も与えられなかった女性は男性に寄生するしかなかった。そして食べさせてもらうしかなかったんですね、そういう感じですね。その代わり言うことを聞いてお金を何とかしてもらったってことです。そういう感じだと思ってください。どこに大事な部分なんですね。サソリ座の一番大事な部分はどこか。依存心ですね。はい。サソリ座で覚えていただきたいのは依存心です。金品と引き換えに、従う。これですね。依存心、金品と引き換えに感情面ですね。感情面が、ストレスですよね。
嫌ですもんね。なのでどこにサソリ座入ってますか。例えばですね、4ハウスサソリ座がある方、家族が依存しやすい感じになります。あと5ハウスにサソリ座があれば恋愛面に依存をします。あと9ハウスにサソリ座がある場合は占いなど、そうですね、思想とかに、宗教とかですね、それに依存します。まあ、こぞって占い好きの方は9ハウスあたりにサソリ座が入ってると思います。皆さん入ってますか。じゃあ次行きます。いて座です。いて座は分かりやすいですよ。まあ、槍だと思ってください。はい、いて座、奇数十難日、ルーラース木星。火のサインは他者を弾くという性質なので、サソリ座で融合した相手を弾く結果になります。かわいそう。批判、攻撃、バトルはいて座にとってはお互いに元気にさせる行為ですが、水のサインにとっては不快です。いて座は必然的に視野が広がる性質、壮大なものでないといて座は興奮しません。相手と戦うことで強くなったり弱くなったりします。他者を弾き出す、批判し攻撃しバトルすることで活性化する、壮大なものが興奮材料である。はい、いて座はファイターですよね。はい、いて座は攻撃をします。いらっしゃいますよね、常に誰かと戦ってる人はいらっしゃいますよね。他者を弾くといういて座の方は他者を弾くという攻撃性がありますので、お付き合いされる方は注意をしてください。あと大事なのがですね、壮大なもの、はい、壮大なものでないと興奮しないということはどういうことかというと、いて座の性質なんですが、例えばすごくちっちゃい男だなって思う男には反応しないということです。何かミステリアスで複雑ですごくこう大きいビジョンが抱けそうな男性に恋をするということです。いて座さんはですね、はい、自分が勝てないような相手に挑んでいくっていうことも考えられますね。チワワみたいな感じですね。はい、あともう一つ弾くので、どこのハウスにいて座が入ってますか。7ハウスにいて座がある方は攻撃性や、他者を弾く人と関わりが多くなります。あと一番ちょっとかわいそうなのは11ハウスにいて座があると集団から弾かれますよね。はい、残念。あと4ハウスにいて座があると家族を弾くということになりますので、結構厳しいかなと思います。次いきます。ヤギ座さんです。ヤギ座さんは、ですね、ホロスコープでこんなんとかこんなんとか、はい、こんなんとかこんなんとかちょっと変わってるのでお気をつけください。2つパターンがあります。ヤギ座さんです。ヤギです。はい、読んでいきます。偶数活動値、時間数字10、自分の陣地を決める、自己を探す旅の完成型、輪で囲まれた中で自分の力を存分に出し切る、地域、社会、業界、職場など大きな夢は叶わない傾向にあります。いろんな個性を持つ個人をまとめて封じ込めます。平坦、平凡集団に同化します。地域、職場など限られた範囲の中で活躍します。大きな夢は実現しません。個人をまとめて封じ込めます。どこかで聞いたことがありますよね。これはカニ座とちょっと似てますよね。はい、このヤギ座さんの大事なところというのは、
大きな夢。大きな夢はダメだよと言われています。なので宝くじを買うよりはスクラッチにしといてくださいということですね。あとは平坦平凡集団だから平凡な集団に属します。なのでヤギ座さんは特別に何かをするというような、とんがった性格ではないということですね。例えるならば職種で言うと特徴のない総合職というような感じですかね。食べ物で例えるとご飯です。何の変哲もない感じですが、美味しいで何にでも合うということですね。ヤギ座さんは本当に平凡です。そして集団に属します。個人ではないということですね。すごく一般的です。特化したものではなく一般的であるということですね。はい、ヤギ座さん、このマーク2つ、こんな感じとこんな感じがあります。ホロスコープの中ですね。大きな夢はあまり実現しないので、大きい金額を当てようとしているならば、やめといてくださいということです。で、集団、平凡な集団に属します。なので総合職やサラリーマンと言われるような、集団に属しやすいです。とっても一般的であるということですね。はい、次いきます。水亀座です。水亀座は、なんかこんな感じです。お水を表しているので分かりやすいと思います。奇数固定風、社会に反抗する、改革意思、ルールには従わない、制限を嫌い、境界を越えて自分の意思が通るところを探そうとします。おのずと自分、社会からは疎遠になって説得力と権力を失います。差別をなくし共存できる意思を貫きます。ヤギ座よりも平凡です。不良の水亀座の生き方、テレビ局、マスコミ、情報産業、コンピューターなど電気電波との馬が合います。社会に反する心、ルールには従わないが仲間との約束は守る、差別しないこと、お互いに共通のものがあれば良い、電波、電気関係との馬が合う。はい、一番覚えていただきたいのは、水亀座はヤンキーということです。はい、不良、一ハウスにね、水亀座が入っている方は若干ヤンキー気質だよということですね。それは頭が金髪だとか逆立ってるとか、バリカンで剃ってあるとかそういう意味ではなく、心の中とか自分のもう性格はこういう風な感じになってますよということになってます。なのでもともとそんなに外見が地味な方なのに、たまにヤンキーと付き合ってる方いらっしゃいますよね。そういう方は外見を変えないだけで中身はヤンキーだということですね。そうじゃないとね、一緒にいられませんからね。はい、なので社会に反するということと、ルールには従わないけれども仲間との約束は守る、俗っぽい感じになりますね。なのでヤンキーと覚えてください。あと電波関係、ここ大事ですね。電気電波、はい、まあ IT 関係とかの方に多いんですけれども、コンピューターの適性、コンピューター関係に、適性がある方に多いです。水亀座が例えばアセンダントか1ハウスとかに入っていると、自分もコンピューターの適性があるし、そうですね、自分とよく似た人を集めやすいので、お友達もなかなかその電波が好きな方がいらっしゃったりとか、あと電気屋さんとかそういった方も寄ってきますよね。
あとはルールには従わないということなんで、まあ全部ヤンキー度を覚えていただければいいと思います。そうですね、そんなに意味はないんですけれども、例えばお仕事にハウスに水瓶座が入ってれば、そういう俗っぽいところに行って、電気関係向いてますということになります。で7ハウスに水瓶座が入っていると結婚相手は若干ヤンキーっぽい人になるということになってしまいます。あと1ハウスに水瓶座が入っている方は、類友という言葉があるので、類は友を呼ぶ、友達がこんな感じになっちゃいます。お気をつけください。次行きます。最後ですね、魚座。偶数十難水、十二サインの最終段階を表す魚座はまとめに入ります。依存しない、こだわりがない、何にでも同化できるが依存しない。魚座の月は何にでも同調できるので超能力者に多い。十二サインの最終段階で依存しなくても独立した魂を確立できます。何にでも同化する、同調するが依存はしない。魚座に月が入っている人は超能力者が多い。はい、私魚座に月が入ってます。魚座はどんな形だったかと言いますね、こうですね、これすごく分かりづらいですが、まあ魚ですよね、魚を釣るなんか道具みたいなね、こんな感じですかね、こんな感じですかね。まあ覚えていただけるといいと思います。では一番大事なことは、何でも同化できる、はい、どうか可能ですね、どうか同調できる、ただし依存しない。魚座は何にでも同化できるが依存しない。魚座に月が入っている方は、超能力者に多いです。エスパーですね、こんな感じです。はい、どうか依存しないエスパーですね。はい、これはどういうことかというと、同化するが依存しない。例えばお友達とかのお話ですよね、ママ友なんかと、あ、そうなんだよね、そうだよねって言ってるんですが、心の中では違うだろって思ってるということです。はい、完璧に依存することはない。はい、寂しさから同調したり同化したりして集団化になるが染まらないということです。確立してるんですね、自分が。だけれども周りに合わせることができるということです。エスパーも、まあ、チャネラーとかよく言うんですけれども、その方との周波数を合わせてその方の心や考えを読み取るということができます。なのでカウンセラー気質、もともとカウンセラー気質の方はこの魚座が、2ハウスだとそれを仕事にします。あとこだわりがないので、自分がこだわらない部分はどこだというところですね、はどこでしょう。例えば一番危ないのは7ハウスに魚座が入っていると相手をこだわらないっていうことになりますよね。大丈夫なんですかね、心配になってきますね。2ハウスだと職種はこだわらないのでいっぱいやっちゃうってことですよね。次に1ハウスですね、1ハウス自分にこだわらない、はい、これパンツ一丁で出歩く可能性がありますね。プラス、ジジシャツとかで出かけてしまう可能性があります。まあな、こだわらない、自分に対してこだわらない、何でもいいよ、もう着ぐるみだっていいよみたいな感じになっちゃうのでちょっとお気をつけください。ちなみに私は2ハウス魚座で月が入っているので超能力者で職種をこだわらないということになります。なので魚座は基本的にはこだわらない、そして同調同化しますが依存はしないということになります。はい、よろしいでしょうか。今日はここまでに
たします。これで全部星座が終わったと思います。次はですね、この星座の職種をできたらいいなと思っていますので、ぜひお楽しみにしていてください。では今日はここまでにします。ありがとうございました。